いやどうも東海よもやの哲也です。今回なんとこちらのね、まあ見覚えあると思いますけどこの2人に来てもらいました。チャンネル名とチャンネル登録者数をじゃあ順番にお願いします。ラフハウスチャンネル登録者数は5500。若侍チャンネル登録者数ちゃん言えてない4400。はい、5000人ともなるともうバカにできないと。みんなで一緒に乾杯を交わしたいと、祝勝の乾杯を交わしたいということでこの新宿に来たんですけど、新宿はねゴミが多いと。今回その掃除も含めて自分なりに好きな缶とかペットボトルのゴミを集めて、それでミックスジュースを作り、みんなでランダムに選んでそれで乾杯をしようと思います。どうでしょう。合格だな。うん、合格だ。25点。誰だよ順番をじゃんけんで決めましょう。おいおい、しょよっしゃい。よし、俺から行かせていただきます。いや気持ち悪いんだ。こいつ絶対最初じゃないでしょ最初から多分やばいよ。いや本当死なない程度。分かる。めっちゃ嬉しそうじゃない重心が後ろに行ってるもん早く行きたくてしょうがない。じゃあお願いします。行ってきます。はい、行ってきます。あの笑顔やだな。危ねえ危ねえ。なんなんだよ。さあさあどうしましょう。無難に行こう。トップバッターやんか俺。やからあんまり聞こえてたらあかんかな。これあかんわ。じゃあ次はトランジスタが行きます。俺は一番大人だからライン分かってるから。新宿といえばやっぱ華やかなイメージですか。だから僕はトロピカルをイメージしてやりますわ。哲也よろしく頼むわ。じゃあまあパッと行ってきます。企画者側だからやっぱりこういうことだっていうのをちゃんと教えてあげるから。行ってきます。今回2人に対する祝勝の乾杯なので純粋に美味しいものをね作ってあげたいと思います。はい、というわけで、はい、全員のジュースが完成いたしました。ではまず壁鳳のジュースを飲む人をじゃんけんで決めたいと思います。よし、じゃんけんで勝った人が壁鳳のやつを飲めると。一番嬉しいやつね。哲也が探しに行ってやるから、うん、頭抱えてやりすぎて。いや頭抱えてやるんだよ。最初はグーじゃんけんぽい。あー、危ねえ。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、何だよ、本当かよ。うわー、俺待って浮いてんじゃねえかよ。アップしたい。いやダメマジでダメ。待って、本当に吐く。いくよ。一口ガッと飲んじゃってください。どうぞ。痛くない。いただきます。トランジスタさんも落ち着いたところで、伊藤さんには今回のジュースのコンセプトというか、まず最初に何を入れましたか。最初はだから目が覚める、まあ、会社員とかが飲むようなそのイメージ。これちょっとゴミあってんねんけど、これのコーヒー至福のビトを入れます。それはいいね。それはいいね。次行こうか。じゃあ次は炭酸系、ちょっと炭酸系の爽やかでこの色。邪魔そう、普通に魔そう。それもいいんだよ。そう次はでフロート状のもフロートが乗ってんだよ。コーラフロートが乗ってんだよ。コーラフロートのフロートがすげえ気持ち悪い色してんだよ。飯で言うたらこうステーキみたいな。ステーキミディアムステーキやった。牛じゃないでしょ。牛じゃないよね。おそらく人やったもん。やっぱブランなのがいいんだよね。これしましょう。金粉みたいな言いましょう。もう俺感情とかないんだよ。ないのに涙と鼻水がすげえ止まんない。ここで動画見るのやめる人絶対いるよ。まだこのまま見ててください。お願いします。お願いします。すいません。すいませんじゃねえよ。次行きますか。じゃあトランジスタの作ったジュースを飲む人じゃんけん。最初はグーじゃんけんぽい。あー、俺がトランジスタのやつか。これね、飲む前に混ぜた方がいい。トロピカル。うわ、なんか浮いたよ。じゃあ行きます。美味しい。全然飲める。ほら、やった、ありがとう。なんかまあでもなんかあれだね、飲んだら人間吐いた方がいいかもしれない。人体ちなみに何種類入れた。5種類か。意外と5種類入ってる。まあちょっとやけになってたというか、まあまあなんか1種類目かな。新宿のちょっと何恵みみたいな、新宿の素材をすごい生かした。まあまずはここでしょ。このベースにして、その後にまあちょっとアクセントかなと。いいのいっぱいあるじゃねえかこれは。おお、やっぱこういう色合いがいいな。3つ目がこれ結構奇跡が起きて、まあ、こんなものが落ちてるかと。そうで、それをかなり入れた。へえ、だから多分美味しい。おお、これいいじゃん。これ新品じゃん。おお、これやらせだと思われちゃうんじゃない。
これが普通にうまいだろ。普通にちょっとなんかまあ魔が差したというか、まあちょっと普通になんか催して、まあなんかソーマトラにしてもゴミなのかなっていう。トイレ貸してもらっていいですか。最後に混ぜるな危険って書いてあったやつがあったんだけど、まあそれあのマドラーで混ぜるな危険とは書いてなかったから、マドラーでちゃんと混ぜたからまあ大丈夫かな。混ぜるな危険、あのマドラーで混ぜるな危険とは書いてない。最初の映像を繰り返して、美味しい美味しいっていうの。美味しい美味しい、全然飲める。いや美味しい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 って。じゃあ最後に適当に俺のジュースを飲んでいただきましょう。一番見た目は多分いいと思うんだよ。沈殿物もないからね。なんかいいよね、息いけんじゃない。じゃあどうぞ。適当ね、その動画見てくれれば分かるんですけどね、本当にいろんなもん食ってるんでね、今更道端のジュースが多分全然気にならないんですよ。どう、お飲み干した。何これ、なんかこの前飲んだあの相馬さんのションベンみたいな味がした。じゃあションベンだよそれ。じゃあションベンだよそれ。1個ずつ説明していきますね。1個目はこの2人の動画に関する、ちょっとこの2人にちなんだものをちょっと用意しました。この前さ、あのゴミ屋敷を掃除する動画を出してたんですよ。パッと見た瞬間に、あこれだと。雑巾がありますね。ちょっとこの水もらってもいいですか。飲めないよ。あ、はい大丈夫です。体にね、こう馴染んでると思うんですよこれが。2個目は単純に匂いと味を整えに行ったから、本当に普通に美味しいもの。3つ目がね、すごいんだよ。朝から一緒に撮影して疲れてると思ったから、その疲れを取れるものをね、完全に疲れ取る目的だけのために入れたものがあります。めっちゃいいやつじゃんお前。そう、おーすげえ足湯だこれ。めちゃくちゃ疲れ取れるな。すごくないですかこれ。これはもう壁穂たちも喜ぶでしょう。で最後なんですけど、もう汚したもん。でもまあ実はゴミみたいな。うるさいんだよ。今僕らは本当にこのヒントしか知らなくて、この動画が上がった時に全員、いやそうだよ、相手の飲み物を知るんで、もう俺の想像した通りじゃなければいいなって。俺の考えすぎやってほしい。本当に口臭くねお前。絶対でも一番一番臭いってお前。絶対そうじゃねえかやっぱり。やっぱそうじゃねえかよお前。ちょっと期待してたんだよね俺。ちょっとコロネとかさ、ちょっと期待してたんだよ俺。ということで、今日の動画が気持ち悪いと少しでも思ったら低評価をよろしくお願いいたします。はい、東海オンエアは僕の顔をクリック、ラフハウスはこちら、バカ侍はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に低評価よろしくお願いします。迷わずだろ。催促しなくても来ると思う。